さすがに懸賞金10億超えは伊達じゃないか。人気では負けていないつもりだったが、懸賞金が何億だろうが関係ねえ。お前のため命を懸けて戦うべ。麦わら参加の海賊だ。俺の目的は麦わら一人。邪魔するな。 耐えてみろ。拙者、どうすればルフィの覚悟に応えられるでござろうか。そんなに死にてえか。よし、俺たちも行こう。ルフィを邪魔する奴らを倒すぞ。君は確かに強い。だが、 美しさと人気なら僕の方が上だからな。くだらんな。この前は見逃してやったが、そうはいかないよ。なんでここに麦わらたちが。で、騙されるわけねえだろうが。 もうバレちまったか。だがお前は先に進ませやしないよ。偽物が鬱陶しいんだよ。さっさと倒して先に進むぜ。麦わら屋のところに行くつもり。 そうはさせねえ。どうやらキャンディーマンになりたいな。それじゃ俺は奴を仕留めてくるぜ。ええ、頼んだぜバージェス。おっと、 よし、しばらく鏡の見物で行くか。さあ、どんどん潰し合え。よくもやってくれたね。気は済んだ。放ったれだ。ドライヤーレイ。耐えてみろ。ドライヤーレイ。 目の前の敵を切る。今の俺たちのやり手はそれだけだ。意見が合うとは珍しいな、アホ研修。それじゃ目の前の敵を蹴るとするか。ユースタス、なぜお前が和の国にいるんだ。はっ、お前に話す筋合いはねえな。 Yama
だな、おい。
それに強い君を倒せば僕の人気はうなぎ登り間違いなしだ。お前を助けようとする者がこれだ。それもまたお前の力か。麦わら、君に人気を譲ってやったんだ、感謝しろよ。だが助かったよ、ありがとう。おっと危ねえとこだった。助かったね。だがまずはてめえだ、麦わら。すまぬ、どけよ。今お前に用はねえ。ママ無事で何よりだ。
はい、ママ。お前たち覚悟しろ。ビッグマム、俺はカイドウの後だって言っただろ。まあまあまあ、今その減らず口、俺が永遠に閉じてやるよ。ママの邪魔はさせねえ。もっとこっちに兵を回せ。こっちに来な。はい、ただいま。あ、これよ。ライバルに移りな。すぐは行けよ。そろそろ頃合いの出だ。一旦引くとするか。耐えてみろ。さっさとかかってこい。誰どもその意義だ。おらおらおら、野郎ども、徹底的に奴らを潰せ。うわいやれ。おっと、船を壊して奴らの退路を断つ。であれば俺は麦わらをたたく。勝利する確率は限りなく高い。ビッグマム、黒姫共に去ったな。残るはカイドウだが、海兵が麦わらに加担していると。黙って返すわけにはいかない。しまった。スモーカーさん、私は大丈夫ですから、早く撤退してください。まだまだ終わらんぞ。どういう踏み上がって。